あ、いらっしゃい。うん、時間ぴったりだよ。えへへ、今日のおうちデート、すっごい楽しみにしてたんだよ。さ、上がって。お帰りなさいませ。あなたなんちゃって。えへへ、冗談だよ。ねえね今日はさ、これ。そう。 巷で話題のホラー映画。今見放題らしいからさ。ね。君が一緒なら見れそうだし。一緒に見よう。やった <laughs> じゃあ早速。うーん。すっごい怖かった。もう途中から君の腕ずっと掴んで内容なんて入ってこなかったよ。 君は平気だったの平気やっぱ男の子なんだね。普段はあんまり。<laughs> ごめんごめん。い <laughs> ってててててて。ほっぺつねらないで <laughs> うん。この、この、すっごく痛いよ。手加減しろ、鬼、はあ。にしても。 ほら、苦手なイメージがあったから、意外だなえ吸血鬼物が好きなのあそ、そうなんだ。んううん。<laughs> いや、別に何でもないよ。あもうこんな時間なんだね。あお腹すいちゃった。ご飯作っちゃうね。え手伝うほんと ありがとう。そういうところ、本当に大好きだよ。うーんー、今日はカレーだから、材料切るのお願いしていいあ、そこの包丁使って。あ、うん、お願い。えあ、ちょ、大丈夫指切っちゃったの、はあ、はあ、指から血が出ちゃって。 <laughs> すっごい。<laughs> えあ、ま、まずは止血しないと。はん。うーん。あ、ちょっと、せっかく吸ってたのに。え様子が、おかしいそんなことないよ。ほら、早く指出して。絆創膏があれば大丈夫うるさい。いいから出せ。 はんうーん。<laughs> 美味しい。やっぱり好きな人の血って特別に美味しいんだ。<laughs> あ、ご、ごめん。つい夢中になっちゃった。あ、か、カレー作らないと。え今日はもう帰るだ、ダメ帰っちゃダメ <laughs> ああ、もう、悪い子だなあ。ああ、ごめんね。いつか話そうと思ってたんだけどさ。私、吸血鬼の末裔なんだよね。そう、あの血を吸うことでおなじみの。私たちの一族は人間社会に適合してるから、普段は血を吸わなくても平気。うーんー、まあ、言ってみれば、 嗜好品みたいなものなのかなえな何それ指で十字架作ってるのあ <laughs> ごめんそれ私たちにはもう聞かないっぽいんだよねっていうかさそれって私を拒絶してるってことだよねさっきまでラブラブでいい感じだったのに 少し血を吸ったくらいで冷めたのそんなことで拒絶するのマジで最低がっかりだよ、君には。<笑><笑>いいのが入ったね。<laughs> うん。君も知っての通り。 吸血鬼って人間よりも力がうんと強いんだよ。ね今ならまだ拒絶したこと許すよ。私だって君にこんなことしたくないもん。さっきまでみたいにラブラブな関係でいたいもん。でもそれを拒絶しようとしたから私こんなに怒ってるんだよ。なんか言ってよ。 もういい。もういいよ。君にはがっかりしちゃったよ。こうなったら、力で分からせるしかないよね。<laughs> ねえ、痛いよね。ほら、降参しちゃいなよ。じゃないと、このまま折れちゃうかもね。<laughs> あれれ どうしたのかなその反抗的な目は。ああ、降参する気はないってことね。じゃあ、もっと強く殴らないとね。<laughs> ほら、ほら、ほら、ほら<笑><笑>君の顔、腫れてく一方だよ。あ <laughs> あ、口を切って血が出ちゃってるよ。<laughs> <laughs> ちょっとこのキスいつもより興奮しちゃうねね君の唇もっと欲しいなもちろん血で味付けされた唇をねふ <laughs> ねえ口の中切れて痛いだろうけど我慢してねうんうっわっ 鼻血と口の血で顔が血まみれだよ。ああすっごい。<laughs> すっごくかわいいよ。<laughs> う<ーん> <laughs> すっごい興奮しちゃう。予定よりも早いけど、今日から君はこの部屋で飼うことにするね。君は私の恋人兼。 美味しい血液タンクだよ。大好き。愛してる。これからよろしくね。彼氏くん。